皆さんこんにちは始まりました共に手のインスタライブです本日の司会進行を務めます香山ですどうぞよろしくお願いいたします皆さん今12時をねちょっと過ぎたところですがお昼ご飯も食べられましたでしょうか今ね食べてるよっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますがぜひねランチのお供にながら見でも全然構いませんのでライブ楽しんでいってくださいさあ。 早速なんですが皆さん子育てをしていて子どもの声かけや接し方に悩んだことありませんかもう私も今上の子が6歳小学校1年生下の子が生後半年の子を育てているんですがまあ、上の子にね 声をかけるタイミングですとか接し方すごく悩むこと多いですついつい怒鳴ってしまうみたいなこともありますまあ皆さんね多く悩んでいる方多いんじゃないかなと思いますが今回はそんな子どもの声かけ接し方というテーマでライブ配信を行っていきますゲストに日々苦悶の教室でお子様たちと接しておられます苦悶の先生をお迎えしまして子どもの声かけ接し方についてお話を伺います では早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。くもんの先生の伊藤さんです。よろしくお願いいたします。ますこんにちは千葉県八千代市緑ヶ丘西二丁目教室でくもんの先生をしております伊藤と申します。よろしくお願いします。伊藤さんよろしくお願いいたします。ますもうくもんと聞くとね。 あの教室のあのクモンでいいんですよねそうですね、はい、子どもの習い事で知られているあのでですご存知ですか、はい、もちろんですね周りでも、まあ、あの通っている子多いですし皆さんもね知っているんじゃないかなと思います。 はい、い普段から伊藤さんはオンラインの講座もされているということですが。はい、こういったインスタライブ、初めてなんですよね。はい、はい、そうですね。また、あの、オンライン講座とは違って緊張しますね。はい、ぜひ温かい目で見ていただけると嬉しいです。ですねはい、あ、皆さん、早速続々と入ってきてくれていまして。あ、綾香さん、2歳の息子、絶賛イヤイヤ期で手を焼いております。という,ようなコメントもね、早速ありがとうございます。ソメイショウさん。 会社の昼休憩で見ていますありがとうございますこんな風にねあのインスタライブはリアルタイムでコメントもたくさん来ますので、はい、ぜひ楽しみながらご出演していただけたらと思いますましよろしくお願いいたしますまあ、今回あのともにてさんのインスタライブということでご覧になっている方ママパパがとっても多いかなと思うんですが伊藤さん自身も 三人のお子さんの、ママでいらっしゃるんですよね。うんはい、そうですね。はい、えっと、小学校三年生、うん、あ、小学校五年生と、小学校三年生と。年長さんの子供三人がいます。うん、すごい。え二歳差、三歳差ですね。なかなか、そうですね。賑やかな。感じです,、ね、ですね。はい、毎日賑やかですね。うん、ちなみに、男の子女の子、あ、伺ってもいいですか。はい、えっと、一番上が女の子で、うん、あと二人、下二人が男の子ですね。そう じゃあ小学校五年生のお子さんがもうお姉ちゃんでしっかりそうですね、もうチビママとして日々頑張ってくれています。うん、そうですよね、はいあ。コメントですね、チーターさんイライラばっかりでつい怒鳴ってしまって後悔の繰り返し、あの後悔の繰り返しです。わかりますね。うん 本当考えるよ先に怒っちゃうみたいなことがあって私も反省の日々なんですがまあ今日はそんなね悩み抱えている方多いんじゃないかと思いますが久門の先生の伊藤さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思いますライブの前半では子育てのお悩みについてそして後半では久門の先生というお仕事についてお話を伺っていきます伊藤さんどうぞよろしくお願いいたします,します皆さんもよろしくお願いします では本編に入る前にここで視聴者プレゼントについてご紹介させていただきます今回のライブ視聴者また本日の19時ごろ配信予定のアーカイブ視聴者へのプレゼントといたしまして抽選で10名様にアマゾンのギフト券5000円分をプレゼントいたします応募条件は本日のライブの最後にキーワードを発表いたしますのでそちらを応募アンケートに記載をお願いします アンケートフォームはライブ終了後にインスタグラムのストーリーズとハイライトにアップいたしますので、そちらご確認ください。またねキーワードは最後に発表となります。ぜひ最後までご覧ください。あコメント来てますね。あわしさん、ああくもん式してないからやってみたいというようなお声入ってますね。習い事でね迷われますよね。前差ちゼロ九一八三四一歳ゼロ歳児のママです。<laughs> 4歳の息子の声かけに悩んでいます,そうですよお疲れ様すごいですね4歳、1歳、0歳大変な時期ですね,ねでも賑やかでね楽しそうですコメントありがとうございますではですね早速本題に入ってまいりたいと思います本日のテーマは子どもの声かけ、接し方です日々教室で子どもたちを見ておられます久保の先生の伊藤さんにお越しいただいております まクモンの教室ってすっごく馴染みがありますが、大体何歳ぐらいの方々が通ってるんでしょうか。はい、えー、小さいとゼロ歳から、うん、そして大きいと中高生ぐらいまで通ってくれています。すごいゼロ歳から中高生って本当に年齢幅広いなと思いますし、すねはい、性格もね全然違うと思うんですが。うん 接し方もやっぱり変えられていらっしゃるんですかそうですね、うん、一人一人に合わせた声かけを心がけています、うん、そうですよねやっぱり日頃から意識をしながら接していらっしゃるということですよね、うんはい、まあそんな伊藤さんにまさに教えてもらいたいテーマなんですがまあ先日共に手で子どもへの声かけや接し方についてアンケートを取ってみました皆さんご回答ありがとうございますこのような結果になりました なんとお悩みですね77%の方があると回答しましたまたたまにあるが16%という結果で合わせると93%、うん、もうねほとんどの方が 悩まれているんですよねすよ多いですよね、うん、育児をしていると悩むことが本当多いですよね,ね伊藤さんも実際悩まれたこともありますもちろん本当に3人それぞれいろんな悩みがあって、うん、はい、あの大変だったなというふうに思います今でも大変ですけど <laughs>、ね、やっぱそれぞれありますよね、はい、またね皆さんにはどんな内容に悩まれているのかも聞いてみました はいこちらもね本当にたくさんの回答が来てこれ一部なんですけれどもこのように抜粋させていただいております子供への声かけや接し方の悩みや疑問を教えてくださいということで皆さんありがとうございますどうでしょうか気になる 私もっていうのありますか。そうですね、うん、ついこう強い口調になってしまうとかは本当にわかるってなりますねうそうですよね私もついつい口調がねきつくなってしまったりもありますし、うん、あとイヤイヤ期でねイヤイヤ期にいつどこでどんな言動で地雷を踏むかわかんないというような、うん、あの悩みもありましたありますよねありますね十あのよくよく来てたのに突然ね、うん、スイッチ入っちゃって、はい 押さななきゃよよかったみたみいなの <laughs> ありますよね、まあ、皆さんね悩まれているんじゃないかと思いますが今回は特にお悩みの中でも多かったですねこちらの4つ主に叱り方接し方遊び褒め方の4つの項目について伊藤さんにお話を伺っていきたいと思います。 コメントですね。オウムさん、勉強は早くから習慣つけた方がいいのか気になっています。ですよね。勉強のタイミングって悩みますよね。ありがとうございます。はい。ではですね、このお悩み四つに分けて、えー、伊藤さんにお話を伺っていくんですが、まず一つ目のお悩みから聞いていきたいと思います。はい。一つ目こちらです。叱り方。 早速なんですけれども、まあね、やっぱり注意の仕方が一番悩むところじゃないかなと思いますので、まず一番最初にピックアップしました。叱り方。イヤイヤが出ている時など、つい怒鳴ってしまったり、鬼やお化けで脅したりしてしまうというようなお悩みが来たんですけれども、伊藤さん、こちらいかがでしょうか。はい、えー、私の考えはこちらです。えー、恐怖などで抑えつけず、 えー、なるべく冷静に言葉で伝えるようにする。 ですなるほど詳しくぜひ教えてくださいはい、えー。つい怒鳴ってしまったり鬼やお化けで脅してしまうことはその時は何とかやり過ごすことはできるかもしれないんですけれども、うん、子供にとってはきっと恐怖で抑えつけているだけで残らないと思うんですよね、うん、なのでできればこうしてほしいなと冷静に伝えられるのが理想ですよねそうですよねなかなかこう抑えつけちゃってるっていうのは分かりつつもでもやっ ってしまうということがあるんですけど、うん、それはどうでしょうか そうなんですよね、はい、これ簡単じゃないんですよねんどんなままでも感情的になってしまうことはあると思いますもちろん私もありますありますか、はい、あよかったちょっと安心しましたやっぱりあるんですねそうですね、はい、あの教室では冷静でいられること、あいられるんですけれども、はい、やっぱり我が子を見ている家では難しい時はもちろんありますうそうですよねやっぱり自分の子供だとどうしても感情的になっちゃう時はありますよねうそうですねでももし怒鳴ってしまった 時はお互いに気持ちが落ち着いている時に怒ってしまってごめんね。まるまるしてくれると、ママすごく助かるという風に気持ちもセットにして話してみるように私はしています。<ー>そうすると、子供も冷静に受け入れてくれるんじゃないかなと思います。うん、なるほど、こうついついわっと怒ってしまうことをね。ゼロにするのはなかなか難しいですけど、うん、まあ、してしまった後にでもちゃんと落ち着いて冷静になったタイミングで、うん。 言葉で伝える、うん、さっきはごめんねそしてママこうしてくれたら嬉しいんだっていうのは冷静に伝えるっていうことがすごく大事、ね、そうですね。 またあのゼロ歳や一歳とか赤ちゃんで言葉が伝わらない子にはどういうふうに接してますか。はい、あのゼロ歳とか一歳でも一人の人間としてしっかり接するように意識しています。うん、まあゼロ歳とか一歳で小さいと言葉が通じないんじゃないかなとかって思うかもしれないんですけれども、はい、恐怖で押さえつけるのではなくしっかりあの目を見てお子さんの目を見て言葉でしっかり伝えられるといいかなと思います。なるほど、やっぱりそこは。 あの伝わってるなんですかね言葉がまだ分からなくても気持ちはやっぱり伝わりますもんね。うん、そうですね。コメントもねいただいております水ニーナニーナさん二十七さん六歳と三歳の姉妹がいますできることが増えるとこちらが求めることも高くなって早くばかり言ってしまいます。うん わか,、ね、かりますね。なんかそうなんです。上の子はできるからと思って、ついつい、あれやって、これやってとかね。うん、そうですね。す求めすぎちゃいます、ね。そう求めすぎちゃう。あわし六三一八三。五十一歳から公文式できますか?。<laughs> <laughs> ということ、そですが。<laughs> 伊藤さん。<laughs> はい、できできます。もちろん、はい、大丈夫です。いく何歳からでも学べますからね。大丈夫ですよ。伊藤さんみたいに優しい先生もいますからね。はい、ソメイスノさん、いつも強く言いすぎて寝顔を見てごめんねと思う日々です。わかります。そうですね。寝た後になんかこう天使の顔を見てこうギュッてして。 はいわかりますねあんなに無邪気に一生懸命話してくれてただけなのになんであんなにってなりますよね <laughs> みんなそうですね綾香英栄一さん5歳の娘には対等に話せるようになってきた分本当に強い口調になってしまいますというようにやっぱね皆さん あれですよね強い口調になっちゃうの年齢が上がってきてからなんですよねわ、ね、かるからのこっちもね求めすぎちゃうっていうところありますが、うん、ま怒、あ、鳴ってしまったとしてもその後に冷静になったタイミングできちんと伝えればきっと大丈夫ということでしたね、うんはい、ありがとうございますではですね続いての項目いきたいと思います続いてはこちらです接し方 3歳の娘が何度も何度も同じ話をしてくるだんだん辛くなってきて話を聞いてあげられない時があるということで分かりますこれもまたね、うん、ついついあのちょっと待っててとかね言っちゃったりしちゃうんですけどね、はははははいいいどううでででしょうか、はい、では私の考えはこちらです、はいえー、なぜこういう行動をするのか。 子どもの行動の背景を理解するですなるほど子どもの行動の背景を理解するもう詳しくぜひ教えてください、はいはい、子どもが同じ話をしてくるにも様々なパターンがあると思うんですよね、うん、同じ質問をしてくるだったりとか楽しそうに何度も同じ話をしてくるなど、うん、子どもの行動を全部理解するのは無理かもしれないんですけれどもなぜこんな行動をとるのか が分かると、こちらの行動も少し変わってくるんじゃないかなと思ってますなるほどなんかあの確かに子どもの行動の背景まではなかなか考えられてなかったんじゃないかなと例えば同じことを質問してくるのはもしかしたら何か不安に思っていることがあるのかもしれない、うん、でそんな時は大丈夫だよ怖くないよと声をかけてあげると不安が解消されるかもしれないですよね。はい あとは何度も楽しそうに話をしてくる時はうん、うん、もしかしたらママとのやり取りが すごく楽しいだけなのかもしれないですよね。んそんな時はあえて、いつもとは違う反応してあげたりして、なるほど楽しそうな時も。うん、逆に、子供の違った反応をこっちも楽しんでみる。っていうふうに、一緒に楽しんであげてもいいですよね。ど一緒に、こう楽しそうにしている時は、こっちの反応を変えてあげて。うん、こうね、盛り上げてもいいですし。あと、私も今のお話を聞いて、ちょっと思い出したのが、娘が本当に。 次注射いつとかまだ注射ないよねっていうのを本当に聞いてくるんですよね。うん、でまだないよまだないよって言ってたんですけどきっとね不安で心配だったんですよね。ねだからそのまだないような後にあのだから大丈夫だよみたいな安心してねっていうのこう不安を取り除くような言葉もこう加えてあげるだけで,、うんでね、ちょっとね穏やかに気持ちになれるかもしれないですよね。はい なのでなんかなかなかいきなりは難しいかもしれないんですけれども、はい、親が子どものなぜを知ることで意識していれば子どもの反応対応が面倒だなぁではなく子どもとのやり取りが楽しい、うん、面白いに変わるかもしれませんよね確かにこうちょっと視点を変えるだけで、うん、この子どもとのねこう育児がちょっと面倒な時も面白さに変わったりするっていうのは本当あの接し方におけるすごい大事なポイントになってきますね。うんはい コメントもねねいいっっぱい来てます、ね、えっとう53122132、えー、歳の息子が最近とてもよく話すようになり保育園で言われているであろうことを家でもよく話してくれるようになってきましたなので言葉遣いにはかなり気をつけていますが最初は優しく丁寧に対応できているとは思いますがだんだんあん だんだんエスカレートして結果イライラが抑えられなくなりますわかります最初はねいいんですよねんだんだん言ってくるとちょっとしつこいとかも、ね、<laughs> 思っちゃったりしますけどなるほどねこういうことありますよね他にもありますかねはいあ,ありがとうございますあ鬼電話聞いたことありますというの鬼からの電話めっちゃ使ってますさっきの私たちの会話ですね, <laughs> あすねというようなコメントも来ましたねありがとうございます では続いて、つ目目の項目にも行きましょう。続いてこちらです。じゃん。遊びということで0歳から3歳どのくらい一緒に遊んであげたらいいのかわからないということで本当ね一緒に遊んであげなきゃと思うんですけどほんと家事とか、まあ、仕事されている方も仕事兄弟の送迎とかもね、うん、考えると本当に時間がなくってこんなに短くて大丈夫かなと思ってしまう。 ですけど、こちらについてもぜひ教えていただけます。はい、私の考えは、こちらです。はい、はいえー、時間よりも質、子供の遊びや興味の幅を。広げるつもりで関わる。うん、うん、なるほど。で<す>時間よりも質、そして興味の幅を広げてあげる。はい。はい、えー、ママは忙しいですから、子供と遊ぶのも無理のない範囲でいいと思うんですよね。はい ただ子どもの遊びの幅を広げてあげることは大人の役割なのかなと思っています、うんはい、例えば積み木の遊び方一つでもいろんな遊び方がありますよね、うん、まあ例えば積み木は積むだけじゃなくて並べてみたり数を数えてみたり形を教えてみたり ですかね。そのように、こう一つのおもちゃでいろんな遊び方をまず教えてあげるということなんですね。うん、そうですね。はい、なので、子どもの知らないこと、興味を広がるきっかけの遊びをするときには、特に。あの、関わってあげたいなと思っています。なるほど、うん。新しい遊び方を知れば、一人でも遊んでくれるようになるかなと思います。うん、確かに、あの、うちも自動販売機のあのおもちゃあるじゃないですか。はいはい、あれで、あの、ごっこ遊びを最初一緒にしていったら、途中でこうお金を入れる。 ことにハマって気がついてうん、うん、そこに気がついてハマり始めてそれをずっと入れ続けるでその間にちょっとそっと抜け出して家事の方に行くとかやってたんですけどそれでも全然いいんですねきっかけにつながってるか、はい、大丈夫ですねうもう子供はハマったら同じおもちゃでずっと遊んでくれますよね,そうですねなのでママはきっかけを作ってあげる目的で、うん、子供と一緒に遊ぶのも楽しくていいのかなと思うんですがどうでしょうかなるほどもうあまりね時間は気にすることなく 質を高めていく、はい、それだけで十分なんだよっていうことですねはい、えー、コメントもいただいてますねあ黒豆乱丸さんまだ0歳児ですがこれからの育児に役立ちそうですありがとうございます寝られてますか大丈夫ですかねはいあやこ80233人兄弟上の2人の喧嘩を止めるべきなのか見守るべきなのかつい上を怒ってしまいますこれちなみにどうですかあります なそうですね、はい、やっぱり上の子が自分のこう話をしっかり理解してくれるのは上の子なので、うん、どうしても上ばっかり怒ってしまいがちにはなりますよね。そこはこはう 見守るるる時ももああればやっぱり注意することそうですねあまりにもこうずっとこうエンドレスに <laughs> <laughs> してしまうと止めに入りますけれどもまあでも子どもたちで解決してほしいなとはなるべく思ってますね。伊藤さんはやっぱまずはもうそろそろ年齢的にも自分たちで解決できるようにっていうのでこう見守っていらっしゃるんですね。うん 9歳、6歳、3歳です。似てますね。そうですね年齢がね。仕事のストレスから怒ってしまうのですが、日々落ち着いた気持ちを保ちたいと思っております。なるほど、仕事のストレスね。まあまさに今回後半では雲の先生のお仕事についてもねお話を伺いますので、ぜひそちらも聞いてみてください。ではですね、最後お悩みの4つ目に行きたいと思います。こちら、褒め方。 我慢できた時や頑張った時どのように褒めたらいいということですねこちらも私もついつい偉いねとかすごいねおりこだねとかちょっと簡単な褒め方しちゃってるかもと思うんですがどうでしょうかはい私の考えはこちらです、はいえー、ママの気持ちもセットで伝えるスキンシップもオッケー。うんなるほど気持ちとスキンシップはい、はい え私はありがとうママとっても助かったとどんな気持ちなのかを一緒に伝えるようにしています、うん、また余裕があるときはギューッとして喜びを体で表現することもよくしますねなるほどまあこうやってねスキンシップを取ることで子どもと一緒にも笑顔になれますよね、うん、そうですね、うん、あの偉いやすごいもいいとは思うんですけれども結果だけでなくて 家庭もちゃんと褒めてあげるのもおすすめですよ。家庭ですか？はい、はいまあ、例えば子供が逆上がりをできたとして逆上がりができたからすごいね。だけじゃなくて、うん、一生懸命毎日頑張ってたもんね。ちゃんと見てたよ。みたいに。 あの褒めてあげるといいかなと思います。うん、きっと子供は親がちゃんと見てくれているとわかるととっても嬉しいんじゃないかなと思います。なるほど、できてすごいねだけじゃなくって、うん、頑張った姿を見ていたからとっても嬉しいよすごいね、うん、っていうような感じであの家庭もね含めて,めて褒めてあげるといいですね。すねはい、なので褒めるときは気持ちをセットに、うん、ぜひ試していただきたいです。 ありがとうございましたもうすごくね4つの項目に分けて伊藤先生のご自身のそのお考え伺ってきたんですけれどもどれも知っているだけで本当に簡単に実践できるようなねものばかりなので私も取り入れていきたいなと思いました。特にこう2つ目ののの接し方で子どもの行動の背景を 知るようにするっていうのはすごくね。うん、あの面白さに繋がる子供のちょっと行動から面白さを感じながら育児をできるんじゃないかなっていうのは新しい視点もいただきました。うん、ありがとうございました。コメントもねたくさん来てますね。コロゆうさん、母の感情のコントロールなかなか難しいです。ありますよね。結構やっぱ悩まれてる方多いんですね。私もついつい朝とかは特にね。バタバタだから、うんうん、も最初は？ やって、やろう、やれみたいな感じでも、どん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 声が大きくなって、強くなっちゃうみたいなことあるので。結構ね、申し訳ないなと思いつつ、しょうがない時もありますよね。結果だけじゃなくて、家庭を褒める、目から鱗です。なるほど、やっぱね、家庭も見てあげるのが大事ですよね。ありがとうございました。ね、皆さんのね、子育てのコツのね、ヒントになってくれたら嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。ではですね。 ここからはそろそろお時間までなので後半戦に移りたいと思います途中からねライブご覧になった方もいらっしゃるかと思いますので本日のライブゲストをお迎えしておりまして、えー、普段苦悶の教室で子どもたちを見ていらっしゃいます伊藤さんをゲストにお迎えしておりますまた本日の最後に Amazon ギフト券5000円,分がたるあの5000円分が当たりますキーワードを発表いたしますのでぜひ最後までご覧ください ではここからは後半戦ということで先ほどねお仕事のストレスもあってっていう方いらっしゃいましたが今度は久門の先生というお仕事についてお話を聞いていきたいと思いますまあ、普段教室で子どもたちの成長を見守るお仕事をされている一方で3時のママでいらっしゃいますがまずは ご自身の子育てで意識していることありますか。はい、そうですね。うん、一番意識しているのは、うん、子供と一緒に過ごすときの関わり方ですかね。なるほど、過ごすときの関わり方。はい。はい、あの子供はよく勝手に育つと言われますけれども、うん、一緒に過ごしていると成長にも気づけますし、子供が頑張りたいことは一緒に関わっていくことを意識しています。なるほど。確かに子供の成長にどう親が関わっていくかっていうのはね、うん、とっても大事ですよ、ね。 そうですね、わが子には諦めたり逃げたりしてほしくないと思っているので、はい、自分で決めたことやりたいと思って決めたことは最後までやり遂げてほしいなというふうに思っているんです。まあ、例えば あと雲の宿題とか雲のお勉強だったりとか学校の宿題をしている時でも時間がない時はどうしても自分でやってほしいな自分でやってほしいなって思ってしまうこともあるんですけれどもなるべく隙間時間でもいいので自分がこう関われる時間を見つけて向き合うようにしています。うん さっきのあのお悩みのね遊びでもありましたが、やっぱり時間ではなくてこう質を大切にされているということなんです,、ね、ですね。はい。そうですね。なるほど、こう質の高いね時間を過ごしていくことがお互いのね成長にもつながっていきますもんね。そうですね。うん、あの一緒に質の高い時間を過ごすことが近くでやっぱり成長も感じられますし、効率的だと私は思ってます。そうですね、はい。 はい、今あの宿題などにあの関しまして勉強のことを教えてもらいましたが勉強以外でではどうですかたまに自分の専門分野ではないことを子どもたちが頑張っていることがあるんですけれども、うんまあ、例えば私の場合は上の子2人があのミニバスをやっているんですね。うん、もう本当に私自身は バスケットのルールーもあまり分かってないですし本当にこうボールをつくぐらいしか自分自身できないんですけれども、うん、あのそういった自分の専門分野に子どもたちが一生懸命頑張っている時はなるべくこう練習を見てあげたりとか、はい、試合を見てあげたりとかしてその時に感じた成長を言葉で伝えるようにして、うん、でなるべくわからない。 ことがあってもこう一緒に関わる姿勢を見せるようにしています。なるほど。そのように関わる姿勢を見せることがまたこの興味があるよっていうことをね、うん、しっかり伝えていくことがすごく大事でまた子どものやる気にもねつながるかもしれないですよね、うん。そうでね。ドさんこもちもちさん、褒め方気持ちを伝える意識してみます。さっきのねお悩みのところですね。気持ちを伝える大事ですね。あやか A.S. さん。 えー、5歳娘すごいねだけではなくぎゅっと抱きしめるだけで満足してくれるのかママ大好きと言ってくれますうう嬉しいですね嬉しいですよね。本当 <laughs> こうやってあのスキンシップを、ね、思いっきり取ると子供の反応って結構分かりやすいぐらいすごく素直に帰ってきますよね。んよねなんかね本当に日々追われているとなかなかその時間すらかけ,づら,いかけられないという方も多いと思うんですが意識するとね、うん、できるようになりますもんね。 私のお母さん苦悶の先生でした <laughs> 教室にも通っていたので懐かしいですということで同じですねそうですね同じねはいわかりましたありがとうございますまあ、子育てにおいては関わることが大事ということを教えていただきましたが伊藤さんが苦悶の先生になったことで 子育てについての考えが変わったようなことありますでしょう。うん、はい、そうですね。うん、あの教室で多くの子どもたちを見ていますので、うん、自分の子どもに対してもいつかはできるようになるというふうに長い目で見れるようになったかなというふうに思います。なるほど。やっぱりできないことがあると、うん、ついついそこに目が行ってしまうんですけれども、うん、そこはいつかできるようになるとごちっと。はい 構えられるんですねあとは子どものいいところを見つけて言葉でうまく伝えられるようになったかなというふうに思います、はい、あの三人それぞれ子どもがいて子どもそれぞれにいいところがあるのでそれをしっかり伝えるようにしています、うん、そうすると子ども もうあの自分はこれがいいところなんだっていうふうに認識できるようになったのであの得意なことは自信を持って取り組むことができるようになってきたかなと思います。 なんかその子どもの、ね、いいところとか大好きなところって分かってはいるけどなかなか言葉でしっかり伝えるっていうのは、ねうん、なかなかできないと思うんですけどそこはしっかりやって伝えているんですね,、はい、ですねあの教室の生徒さんだと、ねうん、うまく伝えられても実際、自分の子どもだと感情が入ってしまってうまくいかないことももちろん。 あります。なるほど。そういうことももちろんあるけど、やっぱそうやってご自身の成長にもこうつながっているんですね。うん、そうですね。ねま成長に繋がっていることも多いですし、うん、子育てに生かせているなぁと実感する時もあります。なるほど。まあ、これまで本当伊藤さんから雲野先生のお仕事を聞いていきましてすごくこう魅力的なお仕事だなと感じたんですが。 先生と聞くとやっぱり難しくて簡単にはなれないっていうようなイメージがあるんですがその点はどうでしたかはい、えー、私は雲の先生の前前職は企業で働いていたんですけれども雲、うん、の先生は特別な資格は必要ないですし研修などもとってもしっかり整っていますので安心して解説することができました<ー>実際に子育て中の先生もたくさんいらっしゃいます多いらっしゃるんですね、はい、でも初めてでね、ちょっと不安になるかと思うんですけどしっかり しっかり研修もね、うん、されてあのしっかりされているっていうのはすごく安心につながりますよね。はい、すねまあそこからクモの先生になろうと思ったきっかけを教えてもらえますか。はいえっと全職9年ほどあの勤めていたんですけれども、うん、2>, 2人目を出産してあの仕事復帰した時に。 本当にこの働き方がいいのかなというふうに少し考え始めたんですよね、はい、で前職フルタイムのシフト制のお仕事でしたので、はい、あの夫と協力してなんとかこう家事と育児そして仕事を回していたんですけれどもまあやっぱりそのバタバタの中で家族で過ごす時間がなかなか取れない状況だったので、はい、あのちょっと仕事を見直そうかなと今の働き方を変えなきゃなというふうに考え始めたのがきっかけですね。 フルタイムでしかもシフト制だと本当にこう家族の時間はなかなか取れないですし。 ね育児と家庭のバランスを取るのはすごく難しかったですよね。そうですね。うん、なので、まあ次やるとしたらどんなお仕事がいいかなって思っていた時に、はい、あの次は教育関係の仕事をちょっとやってみたいなと思っていたんですよね。はい、で、その時にクモの先生をネットで検索して、あちょっと話だけでも聞いてみようかなと思って説明会に行ったのがきっかけですね。その説明会に参加されていかがでしたか。はい。うん、えっとその時はもう 絶対雲の先生になろうと思って行ったわけではなかったんですけれども、えーはい、説明会のお話を聞いて具体的にあ こういう働き方ができるんだとかくもの先生のお仕事ってどんなお仕事なんだろうっていうふうに話を聞くと自分が先生になった時の具体的なイメージが湧いてきたんですよね、うん、なのであのこれだったら私にもできるかもしれないっていうふうに思ってあとはそのさっきお話しした子育てとかと仕事の,あのバランスがこれなら取れるかなというふうに思ったので。あの 雲の先生になろうと思いました。あ、じゃあ最初はもうなるぞと思って説明会に参加したっていうよりも、せ、うん参加してから話を聞いて具体的なイメージがついてきたん、ね、そうですね。はい。うんなるほど。<あ>雲ね、そうですね先生。 だとやっぱ不安なことも多いんじゃないかなと思います。その点もどうでした？はい。えっと、くも、はい、はもう学習方法が確立されているので、うんはい、方針目的もしっかりあるんですよね。うん、なのでそれに向けてあの自分がどの子供たちのためにどのように関わっていけばいいのかを自分なりに考えて動くことができるので、うん、そんなスタイルが今の自分には合っているかなというふうに思いました。えー、なるほど、なんかすごく、ね、具体的にイメージ湧いてきますよね。うんうん、あの。 前は企業に勤めていましたけれども、うん、大きな組織になると本当にいろいろなことを意識して動かないといけなくてなかなかこう育児とのうまくバランスを取るのが難しかったんですけれども、はい、あの今は目的がシンプルでなので自分で動いて仕事ができるのが本当に自分にとってしっくりきています。うん そのように課題に感じていたことがしっかりこう解決できて、しかも育児と家庭のバランスが取れるっていうのはすごくね。嬉しい発見というか、気づきにもなりましたよね。ねここでですね、コメントも来てますね。ソメイス・ノーさん、復職後、職場悩みますよね。子供がいない時にはとても合うと感じて、長年働いていた職場でしたが、なかなか両立が難しいですといった。 そうですよね。本当に子供がいる人生になってからずガラッと変わりますもんね。ねしかもねこの方はあのいない時にはとてもアウと感じていたうん、うん、きっとねお好きなお仕事だからこそ両立をねどうしようかって悩まれているんじゃないかなと思います。綾加素能さん、5歳娘は弟5歳の娘は弟の出したおもちゃもお片付けしてくれてありがとうとか。 めっちゃ助かるというと嬉しそうにします。えらい実践されてるんですね。うん、頼りにしすぎも良くないですが、ママのお手伝いありがとうと伝えると率先して動いてくれます。やっぱりね言葉を一つ加えるだけでスムーズになったりするんですよね。ねありますよね。なんか子供のあの遊んで遊んでもちょっと待ってって言いがちですけど、もう割り切って一回やめやりたいことやめて、うん、子供にガッと集中すると。 そこからなんか意外とご機嫌になってくれるとかもありますよね,すね時間をねしっかり意識して作ってあげるのもとっても大事なんじゃないかなと思いましたありがとうございますコメントもありがとうございますではですね、えー、まあ、お話を聞いているとすごくご自身のライフスタイルがとっても充実しているなと感じるんですが事前に1週間の働き方伊藤さんに伺ってきましたこのようになっているんですね はい、見えるかなははいいこちら、はい、とても興味あります月曜日と木曜日が、えー、教室日です、うん、でそれ以外は自由に、えー、調整ができるので書かれている通りに過ごしているわけではないんですけれども、うん、午前中は教室準備をしたり家事をしたりその日によって自由に調整しています。 でまた基本的には教室日以外の午後は子育てに当ててにいますねども、うん、のことを中心に調整していける働き方になななったかなと思いますなるほど仕事もしたいけど子育てもしっかりしたいと考えているママにとってはすごい憧れの、ねうん、働き方ですよね。そうですねうん あのこの働き方だと習い事の送迎もできますし習い事の送迎って本当に結構、ね、頭悩ましいま、ねね、会社員時代では考えられないですよね。はい、でたまに 急なイレギュラーの予定が入ることもあるんですけれども、うん、まあそんな時は仕事を早めに切り上げて別の日にまとめて仕事をするなどの調整ができるようになったので、うん、本当自分にとって心に余裕を持った状態でいられるようになりましたなるほど、本当に子どもの発熱は本当に急にやってくるのでそ調整もすごく両立する上で難しいんですけどそういった点もあのすごくフレキシブルに対応できるんですね。はい いいですよね本当もう月目は教室午後は教室、うん、そしてカースイキンですかね,すねは午後はもうお子様との時間習い事の送迎に徹することができるこうスケジュール組みやすいですよね,そうです,ねすごく、うん、ありがとうございますコメントもありがとうございます水ニーナさんフルタイムでの育児本当に大変ですよね意外と保育園より小学校に上がってからの方が大変かもと感じ始めています 大きくうなずきましたがう <laughs> どうですかわかりますね、うん、あの幼稚園とかだと、はい、保育園とかだともう本当にこう ね、預けてしまえばいいんですけど、うん、小学生は帰ってきてから習い事も多いですしです、ね、あとはやっぱりこう学校の宿題をやらせなきゃいけないとか、うん、こう使命がいっぱい <laughs> そうそうそう使命がいっい,命がいっぱい出てくるので <laughs>、はい、そこにこうやらせる乗らせるっていうのがやっぱり大変だったりしますよね。はい、みんんななそううですね、うん、うちもまさに 今この4月に小学校に上がったので、はい、こんなに環境が変わるんだっていうぐらいん本当使命夜の, <laughs> あの夕方以降の母業が多すぎてですよ、ねね、びっくりしますよね頑張りましょうねみんなでねでもそんな中でもこうスケジュール調整しやすいお仕事を今されていらっしゃるという話でしたまあ、そんな風に雲野先生の魅力今たくさん聞いてきましたが伊藤さんから見た雲の先生の魅力また他にも教えていただけますかはい そうですね、うん、ま,あまずはライフワークバランスがとても良くなったということですかね、はい、あの子育てをしながらでも仕事に対する充実感もあります。うんうん、はい あのなんか前職は与えられた仕事をこなすのに精一杯だったので、うん、まあ実はたまに行きたくないななんてあ<ー> <laughs> 思うこともあったんですけれども雲文 <laughs>、はい、の先生になってからは自分の意思を込めて仕事ができるようになったので、うん、常に仕事のことを考えてしまうぐらい本当に好きで仕方がない。えー お仕事です。素敵こうお仕事を好きってこう言える。うん、そんなママを見てるっていうのも、またね。お子さんにとってもすごくお子さんへのこう。充実感にもつながりそうです。うん、ご自身のね。あの充実感、毎日の充実にもつながりますよね。うん、あの、自分で意思を込めた仕事あことが成果につながった時は本当にとても嬉しいんですよね。うんうん、あの、子供たちへの関わりだったりとか、スタッフや保護者との。 保護者の方とのコミュニケーションなど、どれも意図を持って行動するようにしています。うん、なので、そうすると保護者からの相談にも自信を持って対応できるようになりました。なるほど、国文の先生って聞くと、どうしてもあの生徒と先生のこう教室の教えるものをイメージします。もちろんそれもあるんですが、保護者との関わりとかもそうですし、教室の運営とかま何ですかね？教室。の 一先生だけではなくてそういった運営とかも考えるとすごく面白さもありますよね,すねやりがいにもつながりますよね,、はい、りすねありがとうございますご質問も来てますねえっ、ー、と クモンの先生を始めてから家族の反応はどうですか？確かに気になります。変わりましたもんね、ガラクポね。そうですね。はい、あのクモンの先生始めてすぐの時は本当に毎日慌ただしかったんですけれども、うん、そんな中でもやっぱり私の中で充実感にとっても満たされていました。うん、で、こう忙しそうにしているんですけれども、こうどこかこうワクワクしながら働いている姿を見て主人がなんか仕事が楽しい。 思えるってすごいねっていう風に反応してくれたの今でも,もはい、うん、覚えてますねであとは学内であの教室を開いたということもあるので、はい、子供たちのお友達もたくさん通ってくれているんですよね、うん、なのでちょっと不思議な感覚なんですけれども共通の知り合い共通のお友達が、えー、いるような感じで<ー>あの。 子どもと学校の話をしたりとか私から教室でのお子さんの話をしたりすると子どもが、えっ、意外みたいな学校ではこんなことするのに教室ではこんな感じなんだみたいな感じでそういった共通の話題をできるのはすごく楽しいなというふうに思います子どもと共通の知人がいるってそこで話が盛り上がるのすごい面白そうですよね。 はいあ今育休中ですが復帰のタイミング悩んでますというようなコメントもありますね。そしてままた質問も来ましたね。家族との時間を増やすために仕事を辞めることに対して迷いはなかったですか 確かにね、うん、これさっきも、ね、悩まれてるっていう方いましたけどどうですかはい、はい、その決断、はい、迷いがなかったっていうことはあのないとは言い,いなかったですね。あ,の、うん、ありまで、えっと、ただやっぱりこの働き方をずっとしていって、うん、どうなんだろう家族との時間がないままいいのかなっていうふうに思った時に<ー>やっぱり私の中で優先順位が高かったのは家族との時間で、うん とというところと自分が働いていく上で充実感のある毎日を過ごしたいということだったので、うん、そこでこう一歩踏み出せたっていうところですかね。そうですねこう母に子どもを産むと全部を、はい、あの叶えることがなかなか難しいことに直面するじゃないですか、うん、その時に本当に何が大事で、うん、あのどれが課題家族にとっての課題なのかっていうのをしっかり見つけてそれを 解消していく、うん、そのため、それを解消できると思ったら、迷わず踏み込めた,たんです、ね。そうですね。はい。ありがとうございました。お子さんは公文の勉強してますかお母さんが先生なんですね。うん、ということですが、お子さん公文の勉強。はい、もちろんしてます。ますね <laughs> はい。三人とも。そうですね。うん、なので、子供が勉強している姿を見て、うん、逆にこう学ぶこともあるので、うん、他の生徒にこう。 こうやってみようとかいろいろ試せる材料にも <laughs> そうですよねあるの、はい、こういうやり方うまくいったとっ思ったじゃあ,あの子にこういうやり方やってみようとかうはいあのそういった風にもちょっと子供を利用じゃないですけど<ー>はい。 あの一緒に学習しながら発見させしていくこともあります、ねうん、すごく素敵です子育てしながら、うん、それがこう自分の仕事のねなんかブラッシュアップじゃないですけど、うん、仕事の,あの改善点にもつながったりすするんんでもね家に行ってもちょっと仕事のことを考えるじゃないですけどクしてますもんねねやっぱり、ね、その辺のバランスはすごく取れるんじゃないかなと思いました。 メインマッチさん、下の一番下のお子さんが何歳の時に解説されたのですか。確かにどうでしょう。えっと私は一歳、うん、一番下の子が一歳の時に解説をしました。1> 1はい、で、ただクモの先生になろうと思ったのはまだ、うん、あの一番下の子はまだあのお腹の中にもいない時で、まだはい。あそうなんですか、ね。そうなんですよね。はい、で、えっと教室 としてできる会場を探しているときに下の子をあのお腹の中にができて、えー、でその中でこう教室探しをしていた<ー>っていうところで、まあ、本当にご縁があって。 で子供が一番下の子が1歳の時に場所が見つかりとんとんとんというふうに解説に至ったという形ですねですごいですよね、普通だったらやっぱ妊娠をするとどうしても働き方を変えなきゃいけないというになるはずが、うん、そこをこうご自身考えている延長線上にしっかりこう出産もできてあの仕事も勧められてとていうことができたんですねたくさんコメントいただいているんですけれどもそろそろお時間、近づいてきましたのでありがとうございました。 ちなみにその伊藤さんの今のお仕事をされていて、目標とかはありますか？はい、はい、えっと目標はあのこう公文の教室もそうなんですけれども、はい、他にもやっぱり学習塾っていっぱいある中で、ま公、あ、文として選んでいただくこともま。まず、あ、ま大事なんですけれども、うん、この先生がいるから、この教室に来たいという風うに私を選んで来てくれるような、うん、あの。 教室にしていきたいなというふうに思っています。素敵。今ちょうどコメントにも徳川春斗さん、くもんの新米先生です。<laughs> 同じですね、はいはい。先生同じですね。子育てまっあすいません言っちゃったかな。子育て真っ最中なのであ,ありがとうございます。ます子育て真っ最中です。教室の生徒や保護者の接し方を日々勉強中なので参考になります。といった、ね。 ご構いただきましたね。やっぱり最初は悩まれることもありましたそうですね。うん、悩みというか不安がありましたね。うんはい、でもさっきお話しさせていただいたように、なんでこう思ったのかとか、うん、なんでこういうふうにやろうか。 っていう風に自分のこう考えをちゃんとしていれば保護者の対応もしっかりできると思うので、うん、ぜひ頑張ってほしいなと思います頑張ってくださいではですね今のお話を聞いて雲の先生興味をもら持たれた方もね大勢いらっしゃるんじゃないかなと思います最後に そんな皆さんに一言メッセージいただけますか。はいえー、やりがいを感じる仕事をしながらも子供たちの時間も自分次第で作ることができるクモの先生というお仕事は本当に私にとって出会えて良かったお仕事だなというふうに思います。あの皆さんも子供が生まれると諦めることってきっと。 増えるんじゃないかなと思うんですけれども、雲、えーはい、の先生というお仕事はきっと今までになかった新しい視点で自分のライフスタイルを見直すことが見直すきっかけとなると思います。うん、そうですね。まあもしねご興味を持たれた方がいたら本当にお気軽にと言いますか、はい、まずは説明会に参加するっていうのでもね、そうねいいんですので、ねはい、絶対なろうではなくてまずお話を聞くだけでも全然いいそうなので説明会ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。はい、説明会はウェブでお申し込み がででででききるんすすすかは、ね、はいできます、ねはいまねねああとあれですよ、ね、教室で説明会もありますけどオンラインでの説明会もあるそうなので、まあ、お子さん小さかったりしてご都合がね、うん、どうしようかなっていう方はお好きな方でね選んでいただくこともできるんじゃないかなと思います、はい、もう本当にたくさんコメント皆さんありがとうございました全部拾いたいぐらい本当わかるわかるっていうようなねコメントたくさん来ていたんですが皆さんにも盛り上げていただきましたありがとうございました。 では最後に改めてプレゼントキャンペーンの内容とお待ちかねプレゼントのキーワードの発表をいたしますまずプレゼントキャンペーンの内容ですが視聴者の皆さんの中から抽選で10名様に Amazon のギフト券5000円分をプレゼントいたします応募のアンケートフォームは Instagram のストーリーズとハイライトにから確認できますのでそちらからご応募くださいこれからお伝えするキーワードをアンケートに記載お願いいたします ではキーワードの発表、伊藤先生お願いします。はい。キーワードは苦悶の先生です。キーワードは苦悶の先生です。ぜひ皆さん、えー、アンケートフォームにですね、こちらの苦悶の先生と記載してご応募ください。また苦悶の先生では最近インスタグラムも開設されたようです。 SNS でも情報発信されているのでぜひ「くもの先生」で検索していただきそちらもチェックしてみてください。今日の配信のアーカイブは本日の19時頃ともにて」のフィード投稿されますのでそちらも楽しみにしていてください。伊藤先生本当にあっという間でもいろいろ聞きたいことたくさんあったんですが、はい、お時間が近づいてまいりました。 どうでしたか、ライブをされてみて、はいえー、すごく楽しかったです。うん、ですまた、ぜひ呼んでいただけると嬉しいです。うん、本当伊藤先生とお話ししていると、こちらがすごい、穏やかな気持ちになるような。本当に落ち着いた方で、で、仕事に対してもね、本当に熱量を持って。子育ても頑張りながら、過ごされているのを見て、私も頑張ろうって思いました。本当に。皆さんもね、コメントたくさんありがとうございました。 ね、あ、解説したいと思ったことありますっていう方もいらっしゃいますねぜひね、あの絶対しなきゃいけないとかではないので説明会をまず聞いてみるのはね、す,ねすごくいいんじゃないかなと思いました、はい、本当にあっという間でしたがこちらで、えー、ともにてのインスタライブ終了となります伊藤先生改めて本当にありがとうございましたそしてご視聴の皆さん最後までご覧いただきありがとうございました